月瀬真似の園で祈るイエス月瀬真似の祈りは、教官福音書に見られるイエスキリストがオリーブ山の、ふもとにある月瀬真似の園で十字架形に処せられる、前夜に祈った祈りである。オリーブ山の祈りとも呼ばれる。イエスが、エルサレムで、弟子たちと最後の食事をした後、エルサレム東港に位置するオリーブ山にある月瀬真似の、園へ向かい、そこで世を過ごした。 またイマルコルカの三福音書によれば、悲しみも耐えたイエスはその場で十字架刑を受けることの苦悩を祈るが、見張りを頼まれた弟子たちは眠ってしまい、イエスから出席された。三度祈った後にイエスは決心して、自ら逮捕されるために進んでいったという。眠っている弟子たちを起こそうとするイエス、マルコによる、福音書はこの出来事に関して、以下のように述べている。 彼らは、月瀬マネという名の場所にやってきた。彼は弟子たちに言った、私が祈っている間、ここに座っていなさい。彼は、ペトロとヤコブとヨハネを伴って行ったが、ひどく心配し、苦悩し始めた。彼らに言った、私の魂は死ぬほどに深く悲しんでいる。ここに留まって、見張っていなさい。少し進んで行って地面にひれ伏し、もしできることなら、 その時が自分から過ぎ去るようにと祈った。彼は言った、あっば、父よ、あなたには全てのことがお出来になります。この逆を私から取り除いてください。それでも私の望むことではなく、あなたの望まれることを。やってきて彼らが眠っているのを見つけて、ペトロに言った、シモンよ、眠っているのか、一時間も見張っていられなかったのか、あなた方は、 誘惑に陥らないよう、見張って、祈っていなさい。霊はその気でも、肉体は弱いのだ。再び離れていき、同じ言葉で祈った。もう一度戻ってきて、彼らが眠っているのを見つけた。彼らの目は、非常に重くなっていたのである。そして彼らは、彼に何と答えたらよいかわからなかった。彼は三度目にやってきて、彼らに言った。なお眠って、休息を取りなさい。 もう十分だ。字が来た。見よ、人の子は罪人たちの手に売り渡される。立ちなさい、さあ行こう。見よ、私を売り渡す者が近づいてきた。天使に慰められるイエス、マタイによる、福音書では、これとほぼ同じ記事が見られる。一方で、ルカの福音書では、以下のようにある。彼は出てきて、自分の習慣通りに、オリーブ山に行った。 弟子たちも彼に従った。その場所に来ると、彼は彼らに言った。あなた方は、誘惑に陥らないよう、祈っていなさい。彼らから石を投げて、届くほどのところに下がり、ひざまずいて祈り、こう言った。父よ、もしそう望まれるなら、この逆を私から取り除いてください。それでも、私の意志ではなく、あなたのご意志がなされますように。天から一人の見ついが彼に現れ。 彼を強めた。彼は苦しみもだえ、ますます熱烈に祈った。彼の汗は、大粒の地の滴りのようになって地面に落ちた。祈りから起き上がり、弟子たちのところに来ると、彼らが、悲しみのために眠り込んでいるのを見出した。それで彼らに言った。なぜあなた方は眠っているのか。誘惑に陥らないよう、起きて祈っていなさい。ヨハネによる、福音書では、 以上の記事が見られず、イエスがケデロンの谷の向こう側にある園へ向かう途中に、弟子と後生の信者のために祈りを捧げる場面が、記されている。教官副音書における、月瀬真似の祈りに相当する言葉が出てくるのは、最後の晩餐の直前の以下の出来事である。ところで、祭りの際に、崇拝のために登ってきた者たちの中に、あるギリシャ人たちがいた。 それでこれらの人たちは、ガリラヤの別サイダ出身のフィリッポのところに来て、イエスに、お目にかかりたいのですがと言って、彼に頼んだ。フィリッポはやって来て、アンデレに告げ、アンデレは、フィリッポと共に来て、彼らはイエスに告げた。イエスは彼らに答えた、人の子が栄光を受ける時が来た。本当にはっきりとあなた方に告げる。一粒の小麦は地に落ちて死ななければ。 それはそのままで残る。しかし、それが死ぬなら、たくさんの実を生み出す。今、私の魂は騒ぐ。私は、何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。だが、この理由のために私はこの時に至ったのだ。父よ、あなたのみ名の栄光を、お示しください。すると天から声が出て、こう言った。私はその栄光を表した。 そして再び栄光を表そう。そのため、そばに立っていて、それを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の者たちは、見つかいが彼に話したのだと言った。イエスは答えた。この声は、私のためではなく、あなた方のために来た。今こそ、この世の裁きの時だ。今、この世の支配者は投げ出されることになる。そして私は、自分が、 世からあげられるなら、すべての人を私へ引き寄せるだろう。しかし、自分がどんな形で死ぬことになっているかを示そうとして、彼はこのことを言ったのである。また、イエスが逮捕される際に、それを止めようとしたペテロに対して、父が私に与えた酒好きは飲むべきではないかと、言っている。地面にひれ伏したイエス、マルコによる、福音書における。 月マネの祈りの記事では意味が重複している表現がいくつか見られる。このことから、マルコの福音書に見られる記事はイエスの祈りにまつわる二つの伝承を一つに組み合わせたものという説が提唱されている。ただし、どの句がどの原子量に属するかについては意見が微妙に異なる。ジェローム・マーフィー・オーコナーは悲しみと恐怖に襲われて地面に倒れてしまうイエスを 描く、原子量 A の方が古く、それに対して、もっと冷静なイエスが出てくる、原子量 B は、A への反動として、後に成立したものであるとしている。また、イエスが祈った場所をオリーブ山にある、月セマネで、連れて行った弟子をペトロとヤコブとヨハネの三人と、明示する、B の方が、A よりも整えられているという指摘もしている。 オリーブ山でのイエスの祈りこの説では、原型伝承ではイエスが一度しか祈っていなかったとされているが、マルコが二系統の伝承を結合した際に、イエスが祈った回数を3回に増やし、再び離れていき、同じ言葉で祈った、3度目にやってきたという文章を付け加えたとされている。なお、レーモンド・ブラウンのようにこの説を否定する聖書学者もいる。 地の汗をかくイエス、ルカによる、福音書では、イエスが熱烈に祈ったためその汗が、地の滴たたりのように地面にこぼれ落ちたという。一説では、これが、イエスが極度のストレスで血汗症になったことを意味する。ただし、地の滴たたりを直輸として捉える解釈もあり、この文句は単に、イエスは大いに汗をかいたと意味するという見解もある。この説では、ルカが、 イエスの汗のかいた姿を激しい競技に挑むアスリートに例えているとされている。そもそも、モダイクルシミと訳されるギリシア語の単語、アゴーニアには、試合の前に準備する選手が経験する緊張という意味も込められているという指摘がある。なお、この句を含まない写本も多く、恐怖の時代からしばしば話題になっていた。実際にはこの文章をもとに、イエスを、 不幸を冷静に耐えることもできない、惨めな人と批判した、ユリアヌステイに対して、アレクサンドリアのキュリロスが、ルカ福音書には、そのような句はないと主張したが、キュリロスを引用した、アンティオキアのセウエルスは、アレクサンドリアにある写本にはないが、アンティオキアやよその写本にはあって、これについて言及する恐怖もいたという旨の指摘を、補足した。なお、 二世紀に生きたユスティノスやエーレナイオスの著作には、この句への言及と見られる箇所があり、少なくとも、当時からこれを含む写本があったことが伺える。今でもこの句に関して、聖書学者の意見が分かれており、天使に慰められ苦しみもだえるイエスが、あまりにも貧弱に見えるため一部の写本では、削除されたとする説と、イエスの肉体性を否定する加減説に、 反対するために追加されたとする説が挙げられている。万国民の教会にある祭壇と岩月マネの洞窟オリーブ山の祭録には万国民の教会と呼ばれるフランシスコ会の教会があり、福音書に見られる月狭根のそのと否定されている。教会内にはイエスが祈ったと言われる岩が祭壇の前にある。もともと この場所にあった教会は8世紀頃に起こった地震で倒壊して十字軍時代に新たな教会が建てられるも1345年以降に廃墟になった。現在の教会は1919 19年から1924年にかけて建てられたものである。ここから90メートル離れた場所にはイエスが逮捕された場所とされる洞窟があって、洞窟の壁には 咲く雪の後と見られる窪みがある。考古学者のジョアン・イーテイラーは、この洞窟こそが、イエスたちが滞在した月マネであるという説を、唱えている。イエスの生涯を題材にした映画では月マネでの、祈りが定番と言えるほど描写される場合が多く、ここでは、代表的な例のみを取り上げる。ありがとうございます。